あとは身長低いな。だいぶ下からこう撮ってんな。OK。はい、じゃあ行きましょう。はい。今日は、このハサミ。まあ、花屋さんって基本的に、こういう鉄の、こういうハサミを使うんやけど、これね、どんなもんやろ。だいたい、研がんかったら半年から1年ぐらい。で、研いだら、だいたい2ヶ月とか3ヶ月に研いだら、1年から下手したら2年近く持つ。で、これを、まあ俺のちょっとね、テーピングとかしてるけど、これをちょっとね、この、砥石って言われるもの。花屋さんはね、持ってるかどうか知らんけど、この砥石。これを使って、ちょっとね、どこまで切れるか。あ、でもセロハンやったら見えにくいな。新聞でいいや。この新聞ね。今ちょうどここ。ここ写して。一応切れるっちゃ切れるけど、この先の方、ここの先の方が切れてないの分かるかな。この、あ、切れてないです、ね、そう、ここまでは切れてるけど、この先、このだから先端のここが切れてないんよね。まあこれがどこまで切れるようになるか、ちょっとまあ実験でちょっとやっていこうと思います。はい、で、まあ、大体砥石使う時っていうのはこのバケツね、このバケツに砥石をね、突っ込みます。はい。ダンク。ダンク。ダンク。で、この大体一番粗く削るやつ。これほんまはね、もう片面ずつもうだいぶ削ってるからあれやけど、でもこれって基本的にこれが使ってるところがどんどんこうやってね、すり減っていくから、この、アスファルトとか、あの地面とかで逆にこれをね、こすりつけて、これをね、本当は平らにするんよね。平らにした方が本当はいいんやけど、もうあまりにも使いすぎてね、平らにしたらマジもう、1センチもなくなるぐらいになるから、もう俺はもうそのまんまでいってるけど、で、これがだいたい約、シャープ100から200ぐらいやったと思う。ここちょっとね、いつ買ったか覚えてないからもううろ覚えやから、で、これが多分シャープ600から1000ぐらいの、これで、粗削りと、これが中間で、これが最終的な仕上げ。で、これで、確かシャープで6000ぐらいやったと思うから、これでやると、まあ、鏡みたいにめちゃくちゃ綺麗になるみたいな。そんなイメージ。で、まあ、これハサミを開いて、で、ここの黒く見えるところ、見えるか。ここの黒く見えるところっていうのは、基本的には鉄。で、ここの、反対側から見て、ここのちょっと白くなってる、こうやった時に痛いところ。この痛い、もうここ何ミリかが、これが鋼。この鋼を削ることによって、そのハサミが両方からこうやった時によく切れるようになる。で、結局、いいハサミはここの鋼が多くて、で、まあ、安物は鋼がまあ少ないけど、少ないって言っても、大体、俺の感覚的には約5回ぐらいは切れる。研げる。だから、研いで、ここの黒い部分っていうのは正直研がんでもいいけど、ここの、この、鋼があるところ、ちょうど。このあたりは、研ぐと、めちゃくちゃ切れるようになるから。まあ、それを今からちょっとね、どんな感じで研ぐんやろうっていうのが、もし見たことない人が、もしおったら、花屋さんってこんなことしてるよ、みたいな。そう。で、基本的には、刃を開いて、押す感じ。で、押すときに、これね、水に、今、つけとったけど、はい、水にひたすら濡らしながら、これを研いでいった方がいいって言われてるんだね。そう。まあ、今ちょっと、これでいこうか。この、これを、砥石を濡らしながら、これを押す。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 イメージこんな感じ。はい。さ。で、これをやるんやけど、角度的に、普通やったら45度ぐらいで削るのが普通のハサミと思うけど、イメージもっとシャープに、
その45度よりもシャープにすればするほど、例えばこれを10度ぐらいに鋭利な角度にすればするほどハサミってめっちゃ切れるようになるよね、はい、でも鋼がその分薄いから書きやすくなるよね、うん、そう、つまりそのどっちを取るかなんよ。45度45度でいくハサミの方が鋼は強いんやけど、でも結局鋭利にすればするほど切れ味は良くなるけど、このハサミの持ちが悪くなるっていうのが一つあるから、そう。で濡らします。これで押します。ここので、これこうやって親指でいいから触りながら触っていくと、最初はね全然痛くないんよ。でも途中からやればやるほどヒリヒリヒリってこう、あの切れますよっていう、はい、こう感覚になってくると、それぐらいがちょうどいいんだよね。そう、でもまだまだこんなもんじゃないから、もうちょっと研ぐけど。で目視でも分かるんやけど、まだねガタガタになってるんよね。あの見てガタガタになってたらマジでダメ。でさっきのあの新聞をあの切った時に、はい、あの先端があんまり切れてなかったっていう、この先端が切れてないっていうことは先端の方がかなり使い込んでるから、はい、後ろの方はまだ切れるとしても、やっぱり先端をちょっと中心に、で基本的にこっち側は削るけどこっち側は削らんのよ。じゃあこっち側どうすんのって言った時に、ここのここのエッジちょっとだけ写して、ここの、はい、ここで1回2回3回ぐらいでいいけど、ここを整えるぐらい、そう、ここやりすぎるとここのこう重なるところが変になるから、こっち側は基本は削らないやけど、鋼が潰れたところ、その潰れたのをこうちょうど鳴らすような感じで、はい、一応何回かだけはここでちょっとだけこう戻すけど、あとは基本的にはこっち側だけを削って、ここを極力シャープにするイメージ。はい、はい、じゃあこれでもうちょっとやっていくね。まあ花屋さんでもあの研ぐ人と研がん人っていると思うの。研がない人がいる。ねバネ付きを持ってる人、はい、バネ付きの人ってあれね、このこれもそうなんやけど、これを外すんよね。外したらつけれるけど、今度つけた時にこの締め具合で結局ね、これがうまいことこう噛み合わないみたいな人がいるんだ。だから基本的にバネ使ってる人って研がへんと思う。そこまでするんやったらもうハサミごと変えるみたいな、そういう人も多いと思う。お今アクシデントあーじゃねえまあこれで一旦こっち側はあのやったけど、ここの黒い部分はもう研がへんから、はい、あの気になる人がおったら、あの、研いだらいいよぐらい。そう。あの、最初研ぐときってみんなね、ハサミをめっちゃ綺麗にしたいから、めっちゃこう綺麗に研ぐんよね。そう。めっちゃ綺麗に研ぐけど、まあ、正直、あの、鉄の部分はどうでもいいんよ。あの一番研がなあかんところって鋼やから、そう、その鋼をしっかりピンポイントであの研げるかどうか。まあまあいいかな。
じゃあこれで、まあ、一旦粗削りが終わりますと、はい、で粗である程度こう整えたら次こっからが結構メインっていうか、うん、最後のはねめちゃくちゃやってもねこう何て言うのハサミは綺麗にこう光沢は出るけど、はい、これ結構俺は重要やと思う、うんうん、この中間である程度も整えていくっていう感じが多いかな。正直あの粗いやつがちょっとだけこうあのへこんでるとかそんなんはもうある程度しかそのよっぽどもうハサミがボロボロやったらあれやけど、うん、まあ前にも一回こう研いでるし、まあ大体基本的にずっと押し続ける感じになるけど、はい、まあ、分かるかな分からんは見えはないまあこれで、はい、あの両方ともちょっとやっていくわ。でこの、 あのメリットは、はい、あのすごいそのハサミをすごいこう使い込む人ってあの例えば花切るときってこの奥でしか切りませんみたいな。で、じゃあこの先端どうすんのって言ったら、この先端はリボンであったり、あの、セロハンであったり、ラッピングペーパーとかを、あの、スムーズに切るように、ここだけはめっちゃ鋭利にしとって、この奥だけは枝物とかでも切れるように、角度を2段階で変える花屋さんも中にはいるっていうぐらい、まあ俺はそこまでプロにはなれんけど、そう。まあでもあのそういう花屋さんも現に俺は会ったこともあるし、はい、あのやっぱりそのすごいもうバキバキに仕事する人とかそんな人は実際にはおった。そうそうそう、まあ高級店やけどむちゃくちゃ忙しくて花束アレンジもひたすら作るような、はい、そんなお店で働いてるような人はハサミを2段階でちょっと変えとったなーっていうのはちょっとなんか覚えてる。その人もハサミめっちゃ研いでた。やっぱハサミのその手入れをする人ってやっぱりその仕事を効率よくするとかそんなんはあると思うから、まあ俺はどっちかって言ったら両方ともその先端も奥もあの鋭利にしてあの切れ味を良くする、うん、どっちかって言ったら俺はそっちかな、はい、よっしゃ、これでまあまあ切れるようになってきたから最後の仕上げ、ちょっとこれ割れてるんだね。あの、落として割れた。ああ、落としたね。落としたけど、まあまあまあ、こんだけあったら、まあ大体いけるわ。この仕上げで、ここの面やったら、もう鏡かっていうぐらいめちゃくちゃ綺麗になる。まあもちろんその、あのこれが絶対的にハサミの研ぎ方もあの 100% こうですよっていうのはあの違うんやけど、そのなんやろこう俺はこんな感じで研いでるよぐらいやから、うん、人によってはいやこんなんじゃないとか言ってあのマウント取ってくるかもしれんけどもう俺はこうやからぐらいの動画、はい、そうでハサミはやっぱりこう毎月研いだ方がいいとは言わんけど、やっぱり、あの、2、3ヶ月に1回は研いだ方が、俺はいいな、とは思う。まあ、正直、この、花屋のハサミってそんなめちゃくちゃ高いもんじゃないから、半年に1回とか、その、1年に1回変えたら、正直もうそれでもいいと思うんよ。うん。その、名前もするハサミじゃないから、そう。あの俺昔1万円ちょっとするぐらいのハサミ使っとったんよ。やけどあの結構一緒、うん、あのそれやったら安いのを研いでいって何回か使って新しいのを変えた方が、うん、はっきり言っていい。あのドイツ製のこんななんか人がこうやって2つ並んでるような偏見ハサミかな。ドイツ製だったと思うけど、はい、そのハサミ使っとったんやけど、ここはなんかね、ギザギザになってるんよ。うん、あすげえなぁと思って。で、あの、先輩に言ったら、いや、これ尖れへんやんって言われて。うん、そうそうそう。あ、そうなんや。
もう使い捨てって感じですか。いや、なんかね、その刃がそのギザギザになってるから、なんかこう研いだらそれ全部なくなるよみたいな感じで、まあまあ結構ね疲れたんやけど、そうね、これで見えるかな、こんな感じ。まあこれで一回ちょっと試し切りする、ね、はい。で、これをするときに研いだ後に油を刺すんよ。油っていうかその錆止め、はい、錆止めを刺して完成になるけど、まあ後でね、あの錆止め一回こうつけたら、もうその日はもうハサミ使わんぐらいの勢いで、あの何て言うの、鋼にこう染み込ませるじゃないけど、ちょっとなんかここキラーンってなってるのわかる、あの鏡みたいに、はい、そうそうそう、こういう風にめっちゃ綺麗になるんよ。よっしゃ、じゃこれでまだちょっとね水分が残っとったら切れるかわからんけど、あこんな感じ。まあ今のこのこれはまあ失敗として、はい、そう。でもさっきより綺麗に。そう、あの新聞やから濡れてるとっていう言い訳。まあこんな感じだね。はい。まあハサミの研ぐ動画でした。はい。はい、以上です。はい。はい、ありがとう。はい。はい、これで、見えるかな。これでちょうど油をね両方とも刺したんで、はい。これでまあ今日はちょっと封印するんですけど、まあこんな感じで、はい。あの羽根さんはハサミを研いでますっていう動画でした。はい、以上です。